ということで始まりました今回のやっぱジャパンなんですけれども、はい、何をお伝えするかと言いますと、はい、怪人が今行きたい国ランキング、はい、ということで、はい、パンちゃん大人ですよね。ですよね。パンちゃん、パンちゃんのお友達、タイ人の人が今ねどこに行きたいのかっていうね、それの、ね、ランキングをスカイスキャナーさんがね、はい、調べてるランキングがあったんですよ、はい、たまたま僕タイ語で調べてたんですよね。タイ語でタイ人が今行きたい国ランキングって、うん、アンダーティーなんかコンタイティーヤッパイとかって入れたら一番上に出てきたんですよ。なのでちょっとねこれを紹介をしながら、はい、本当にパンちゃんねタイ人の人が行きたいと思うのかなんてところもね聞いていきたいと思います。はい、やっぱジャパンはタイと日本をつなぐチャンネルです。タイの最新情報をはじめタイ大好きなあなたへタイのお役立ち情報をお届けする番組です。毎週金曜日と日曜日の19時半なのでぜひ見てみてくださいね。まだやっぱジャパンを登録していないよって方はぜひ登録のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、ランキングトップ10からあったのでぜひトップ10からね、まあ、パンちゃんが行ったことあるとかねないとかねもうすでに行ったことあればもちろんパンちゃんも興味持って行ったんでしょうし、はい、ね、その辺のね国ある国のね興味深い点をね探っていきたいなと思うんですけども、はい、まずじゃあパンちゃんに聞きましょう、うん、10個ある国何が入って絶対これは入ってるでしょうっていうのをちょっと言ってもらっていいですか。日本です。大事日本だと思う。日本は入ってるでしょうと。そう、はい、入ってます。何位とは言わないけど入ってます。あ、他にアジアとかなんか関係なくヨーロッパとかどこでもいい。もう関係ないもう全部の世界の中で、ランキングですねこれはね。大事だったら、まあ、韓国も過ぎかなだと思うんですね。おお、韓国も入ってますよ。2つ今当たってますよ。あとはヨーロッパ、私ドイツ行ったとあるので、じゃあドイツも選びます。ドイツ、おお、ドイツは入ってません。あ、ドイツは入ってませんがヨーロッパは入ってますよ。ヨーロッパは入ってませんがドイツは入ってません。だとフランスとかですかね。フランス、おお、フランスは入ってない、残念ながら。入ってない。近いけどねみたいな。ドイツからフランスに来て、そしたらじゃあちょっとヨーロッパやめましょう一応。やめちゃうんだ。他のなんだっけ、他のエリアとかね、オーストラリアとかかな。正解、オーストラリア入ってます。3つ目、入ってますよ。インディアとかどうですか、なんか面白そうな、はい、なんだけど面白そう。インディア入ってません。入ってません。あとは何だろう、シンガポールも結構よくみんな行ってる、なんかこうフェイスブックが見てた。シンガポール入ってます。4つ当てましたね。よかった、はい、10個中ね6個入ってますが、ね、順にね10位からねじゃあパパパッといきたいと思います。はい、パンちゃんがね行ったことある国があったら教えてください。ちなみに第10位はオーストラリアです。オーストラリア、行ったことないんです。オーストラリアないですか。はい、で行ったことはね、行きたいね国のね一つらしいですよ。ちなみに僕がタイに初めて2006年ぐらいに行って、あのタイ人の人と友達になったんですけど、うん、あのミュージシャンの人で今ねオーストラリア住んでますもん。家族全部でね。そうか、ずっと、うん、だから、うん、ね、だからオーストラリアいいですね。はい、次第9位です。第9位はベトナムですね。ベトナム、ベトナム、タイ人の人もベトナム興味あるんだね。なんか最近流行ってる音楽もベトナムの音楽だったんですね。タイの中で、はい、あ、そうだ、なんだっけ、なんかフェイスブックかなんかのビデオとかでめちゃくちゃクリップ再生されてたのがベトナムの、なんか俺奥さんに見せてもらったわ。ああ、そうですか。めっちゃ有名な、なんかそうなんかいたと思いますね、ミュージシャンの。なるほどね、ベトナムね。次8位がイギリスです。イギリス、おお、イギリス。ドイツでもなくフランスなわけ、イギリスです。ああイングランド、イングランドね、まだ行ったことないね。行くとしたらどこに行きたいですか。何を知ってますか。どこがいいか分かんない。まあでもとりあえずなんかロンドンとか、分からない、ロンドンとかは必ず行きたいところです、ね。はい、ね、でもね今タイ人の行きたい国8位ですよ。じゃあ次7位です。7位、7位は、はい、中国。中国、はい、私旅行したことありますね。みんな興味あるのかな、うん、あ、ジーンに、
あ、どこの街？はい、一回、北京に行きました。北京。北京。1ヶ月くらいかな。1ヶ月くらい行きました。そうなんだ。へえ、はい。僕も北京はね、立ち寄ったことしかないけど。ああ、そうですか。次です、はい。第6位ですけど、まあ、近いところですね。はい。台湾です。台湾？ああ、はい。まあ。あ、みんなよくね、タイと台湾って言い間違える人が多いね。日本人でしょ、それって。日本人だったかな。日本人もそうですけど、なんか普通に外国人、他の国もなんか、タイって台湾ですよ、台湾ってタイですよね、みたいなって。そうか、台湾は英語でも台湾だか、台湾か。まあ、英語は台湾ですね。あ、でも英語ってタイランドか、タイランドか、台湾って似てるかな。タイランドと台湾が似てるって、多分、はい。なるほどね。第6位です。第5位はサハラ。あ、アメリカですか。はい、そうです。サハラアメリカですね。アメリカです。アメリカ合衆国。お、第5位。まあ、やっぱこれはね、まあまあ行きたいでしょうね、みたいな。で、第4位がさっきパンチャルとシンガポール。あ、シンガポールね、行きたい。シンガポール、うん、行ってみたい。シンガポールね、本当に僕も一回行きましたけどね、なんかすごい、あの、アジアの中でも本当高層ビルバンバンでね。お、はい、アジアっぽいですか。でもちょっとね、やっぱね、うん、なんかでも降りてね、なんか BTS みたいなのがあってね、モノレールでね、なんかすごいなんかアジアを感じるね。日本人からするとなんかこう、やっぱあの辺、マレーシアとかシンガポール、タイ、なんかすごい同じ空気感がしたよ。あ、だったらいいね。でもっと進んでる感じかな。はい、はい。第3位です。第3位ですが、香港。香港。ああ、はいはいはい、香港なんですよ。香港、私1日くらい行ったことあります。1日だけ。はい、なんかフライトの乗り換え、なんか朝着いてまた夜とか8時くらい出なきゃみたいなっていう感じ、時にちょっとなんか香港ぐるっと回った、うんうん、とても面白かった。ものも、なるほど、ね、ものも美味しかったね。そして第2位に行きます。第2位、はい、もう残ってるのはさっきパンちゃんが当てた韓国と日本ですよ。さあ、どっちが2位、どっちが1位でしょうか。当ててください、これを。どっちでしょう。これは今でもなく今でもなく、え、私、どっちじゃないです。日本が1位、はい、かな、分かんないけど。日本が1位です。はい、日本が1位で、はい、2位が韓国なんですね、うんうん、はい、これが一応ね、スカイスキャナーで出てたトップ10なんですけど、うん、はい、なんかこれ見てみるとね、やっぱ一番タイ人が行きたい国にパンちゃんもね、8年も住んでてっていうことですけど、うん、ね、やっぱ今2位がね、韓国で主要に人気がある、うんうん、でもちょっとなんかこれアジア寄りだよね。ちょっと非常にアジア寄りすぎるぐらいアジア寄ってるから、あ、まあ、多分スカイスキャナーさんの、はい、まあ、行きたい国というか、そうか、タイ人観光客がよく訪れる都市ということなの で、ね、やっぱ近いところに、ね、よく行ってるのはここですよっていうことみたいですね、はい、タイ人の方々がよく行ってる国はこの10個の国だそうでございますということをね、参考にしていただければというふうに思いますけれど、はい、今この10個の中の国でパンちゃんが行ったことある国はどこだ。さっき香港も行ったっすよね。日本も行ってるでしょ。中国、韓国、中国、はい、韓国と、台湾も行ったことあります。アメリカ、おー、じゃあ5つ、半分もある。ベトナムまだですね。そうそう、これぐらいですね。じゃあベトナム、オーストラリアはまだなんだね。まだです。ベトナム、オーストラリア、シンガポール、まだですね、とイギリスか。あ、まだですね、うん、というところで、もうタイ人観光客がよく行く海外都市なんだけど、うん、パンちゃんはもう10個中6つ6個は制覇してると思うんですね。はい、まあ昔ですけど、なまんざら、まんざらでもない、まんざらでこの、あのランキングも間違ってない。全部行ったらすごい面白いかなって。全部だったら、全部行ったよって言いたいですよね。全部行ってください。オーストラリアとベトナムと、うん、はい、イギリスとシンガポールね、うん、この4つを制覇したらパンちゃんはスカイスキャナーのねタイ人観光客がよく行く都市10個をね、制覇したということになります。はい、ということで、いかがでしたでしょうか、ね、タイ人のね、彼女、奥さんがいたりとかね、そういう方はぜひこの10個の国、行ったことない国がね、あれば一緒に連れてってあげてね、旅行されるのもいいんじゃないかなというふうに思います。今日の動画良かったよって方はぜひ高評価、いいねの方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではこの動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょうね。じゅーかんくらんなーなかさわでーかー、バイバーイ、バイバーイ。